皇帝で小野寺、さあ何が待ってるのか。多分体操着、体操着ブルマ、小野寺のブルマこれは期待大。今日の美術は水彩画か。美術か。外で描くのも気持ちよくていいもんだな。小学生以来こんなことしたことねえよ。ああ、美術部俺入ってたけど、確かちょっとだけね。あ、違う、美術の選択授業高校で取ってたけど、外で描くなんてなかったな。あの一条くん一人だよ。久々にこの BGM 聞いたな。なんか、あ、小野寺が来るっていうこの感じ懐かしいな。ディリリーディリリディッディ早く行けっつの小野寺。あ、まあ一人だけど。そのお邪魔でなかったらここで一緒に書いてもいいかな。来た向こうからそうやって言ってくれるの嬉しいよね。え、あ、おもちろん、どうぞ隣どうぞ。うん、ありがとう。やったラッキー。あ、やばい、絵の具教室に置いてきちまった。わざとでしょ。ラック借りるんでしょこれ。よかったら私のを使って。この前買ったばかりなんだ。小野寺の絵の具か、意味深だな全然意味深じゃねえよ。ああ悪いな小野寺、ありがとう。さてどこから描いていこうか。どこから。んちょっと待って、おかしなとこが2つもあるぞ。ルリちゃんいるし、シュウいるし、ええなんなのあの二人は。とりあえずこれ、どこ。お、虎の着ぐるみそれは着ぐるみ、文化祭とかで使ったのかな。なんであるんだここに。かもな、汚れてるし洗っといてやるか。んでちょっとルリちゃん最後にしようか。シュウ行こう。シュウ地上のやつ、あれ以上小野寺さんにくっついたら殺す。ああくそ、なんであいつばっかり。これ隠れて男子生徒が見てんだ。まあまあ落ち着け皆の衆、決してあれ以上進展できるほど器用な男ではないから安心したまえ。あのシルエットはシュウか。みんなをなだめてくれるのはありがたいが、とりあえず後で問い詰めよう。一番気になるのはここだな。あ、4回もタッチできるんだけど、これどういうこと。小崎頑張れあれは宮本か。ルリちゃん何やってんだ。いや、なんつうんだろう、本当にルリちゃんは小崎のことが大切なんだなっていうのがね伝わってくるよね。いつもはさね、シュウになんか言いまくってるけど。ここを塗るには。ん、どうした。ごめん手触っちまった。絵の具で汚れてねえか。ううん、私の方こそ。同じタイミングで撮ろうとするなんて偶然だね。どこのラブコメだこれどこのラブコメだ本当によ。またか。すまん、また触っちまったどっちか狙ってんだろ。ううん、平気だよ。なんかよく被るねもう一回くんだろこれどうせ。え、3回やと。マジか、ラクお前そろそろお前また手触っちまった。マジですまねえ小野寺、わざとやってんのかって感じだよな。本当だよラク。きっと同じ風景を描いてるからだね。なんかもう小野寺マジ天使だなこれ。 OMT だこれ OMT。 ああそっか、同じ風景なら使う色の種類だって似てくるもんな。まあまあまあ確かにね、だいたい緑系だもんなこれな。うん、私ここからの眺め好きなんだ、だからここを描こうって思ったの。そうか俺もだよ、偶然だなそうだね、小野寺と一緒の場所に目をつけるなんてなんて素晴らしい偶然なんだ
このカッコ内のさらくさ、いつもちょっといやらしいよね言い方がなんかそんな気しない？うわ、マリカどんどん出てくるな。なんかこれもしかしたら本田さんなんじゃないか。ちょっとここセーブして、違うパートに別でまとめたいと思います。ちょっとこれセーブしとき、ごめんね。セーブデータね、いっぱいあるんだわ。最近セーブしてなかったけど、久々のセーブだ。よし、変わってないみたい。これがラストのハテナかな。あー、おったおった。ん？あ、おたま？ん？この声は。これおたまが来るイベントってね、いいんだわ。ハテナマスの最初のパート見てもらう、わかるんだけど。神々だね。いつもだから気にしないで。なんかね、あれよかったね。ブラジャーちょっと見えてる小野寺っていうね。ヤクー、やっぱりおたま、勝手に学校に来んなってあれほど言ってんだろ。だってだって、どうしてもすぐに言いたい超大事なことがあったんじゃもん。なんじゃ。なんだよ大事なことって。近所の猫にバカにされたかわいいなお前。え、三軒先のドラ猫にふんって言われたのじゃ。わらわを子供扱いしようってからね。いや、お前は子供だろ。無礼な。お主やドラ猫と比べたら何十倍も生きとるわい。そうだよな、精霊って何十年も生きるもんな。精霊じゃねえか、妖怪か。うん、悔しいのじゃ。この悔しさ、腹さで置くべきか。というわけで愚痴を言いに来たのじゃ。あ、そんだけ相当だな。それ家でいいだろう。極めてどうでもいいな。よくない。お主、あやつをギャフンと言わす何か妙策はないか。いやー、ギャフンと、そうだな、ないわけじゃねえけど、尻尾踏むとかって虐待だもんな。それいかんよな。妙策ね。なんつったって見かけが見かけだし。ん？見かけ？そうだ、待てよ。なんだ？これ着てみたらどうだ？お、これさっき撮ったやつだ。え、ちょっと待って、ピンポイントじゃん。あ、そうか、持ってる所持アイテムのあれで出る内容変わるの？おお、これは虎の生皮ではないか。生皮？お主が退治したのか。生皮じゃねえよ。いや、本物じゃねえよ。着ぐるみつって丸ごと着込むぬいぐるみみたいなもんだ。そう、最近ニューゲームでさあったよね、クマさんのぬいぐるみ、ぬいぐるみ、着ぐるみ、寝袋ね、全部混ざっちゃった。あれクマじゃねえだろっつってな。どう考えるとビーバーかなんかだあれ。これで少しは強そうに見えるんじゃね。効果は保証しねえけど。うん、これはすごい。実はこれっぽっちも期待しておらなんだが、意外なアイテムが出てきよったわい。返せ。そう言うな。これはありがたくもらっておく。ガオー、ドラ猫め、食べてしまうぞ。もう演技が可愛すぎてダメ。これ反則的な演技。まさに虎の意を狩る狐だな。なんかうまいこと終わっちゃったよ。やばいぞ、もう最後が近い。おー、ラストだ、ラスト。さあどうなる。ハテナあるかな。なかったらなかったらもう終わりで閉まっちゃうんだけど。あ、ない、あ、ない、やべえ、ないぞ。どうなる最後、どうなる、ハテナマス最終回どうなる。マリカがいる。一条家気になるな。ちょっと待って、まさかの最後が一条家。これはこれでありじゃねえか。行くか。はい、今日も一日疲れたな。お疲れ様でした、ラク様。なんでいるんだ。あいつも出かけてるみたいだし、今日は部屋でゴロゴロするか。そうですね、時には部屋でゆっくり過ごすのもよろしいかと。あれ、ラク全然平然としてるけど。ところで、あいつって誰ですか。そりゃあいつといえばおたまで、おい、なんで立花が俺の部屋にいるんだ。まさかのノリツッコミか。なんでって、ラク様と一緒に歩いてきて一緒に部屋へ入ったんですよ。え、え、
ちゃんと後ろについて。ストーキングじゃなくて。俺だんだんお前が怖くなってきたよ。私はどんどんラク様を好きになっていきます。なんだろうね、これお互いがもう常に同じ数値で居続けてるんだろうな。もう突っ込むのも面倒だな。でお前は何しに来たんだ。それはもちろんラク様と過ごすためですけど、ついでに一つ聞いてもいいですか。何、お玉のこと。ここまで勝手に入ってきといて何の確認を取る必要があるんだか。もういっそ何でも聞いてくれ。では伺いますが、この家の実印はどちらに。怖い怖い怖いよマリカ、そこまで言っちゃダメ。え、それ聞いてどうする。気になるな。それ聞いてどうすんだよ。どうするって、実印さえ押さえてしまえばこの先何かと便利ではありませんか。もう押さえるっていう言い方がね。ご安心ください、婚姻届以外勝手に作るつもりはありませんか。いや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 、一番大事。安心できるかつうかそれ一番勝手に作っちゃいけねえ書類だから。仕方ありませんわね、せっかく来たのですし、せめてラク様のお部屋だけでも探索開始いたしましょう。こら勝手に部屋の中を荒らすな。あ、ラク様のお布団発見です。え、よし、これはちょっと期待できるぞ。てぇー、何飛び込んでんのお前あ、ラク今布団じゃねえんだ。ラク様の匂い臭いんだろうな。いやいや臭くねえよな。やめろって。あん、急に後ろから肩を掴むなんてラク様大胆。これは大胆だってさ、ベッドで寝てる女の子の肩をグッて持つんでしょ。うわぜっ、え、いいから布団から手を離せ。坊ちゃん、あ、やばい、同じですかい。お茶とお菓子を。これはやばい、襲ってるように見えてるだろ。で、あげ、龍龍の声が高くて俺も笑い声上がっちゃったよ。あら、ラク様もう終わりですか。ちょ、意味深意味深、もう終わりって。くわー、すいやせん、坊ちゃん。こんな坊ちゃんの一世一代の大舞台を。何が大舞台だ。足なんかが邪魔しちまって。全然大舞台じゃねえよ。さあ、足のことは気にせず続きをどうぞ。ちとげお嬢ちゃんには内緒にしておきやすから。これ物分かりが良すぎるよね。バカ変な勘違いするんじゃねえよ。坊ちゃん、グッドラック。えらい気持ちよそうなグッドラックだな。加藤坊ちゃん、グッドラック。いやちょっといろいろね、読みたい。ここで、あああとこれ、あんあんあんこれもいいね、これもいいよね。てぇーてぇー、かわいい。こら話を聞け。ではラク様、お許しが出たところで続きをどうぞ。続きでもなんか雰囲気がないよね、ムードがないよね今ね。お前もう帰れ。いや、いいイベントだ、最後締めた、すごいいい、よかった。はい、ということで、次回からはですね、マジ恋プラスをやっていきたいと思っています。でマジ恋プラスなんだけども、ま、知らない人のためにちょっと説明しようかな。ザクシャインドロップの数結構いるんですよ。ちょっとそこのシーンまで行くか。スキップするぞ。どうしたらいいんだっけ。さっさと先に進む。新しいプライズが解放されたようだな。これなんで出たんだろう。なんで出たかは分かんないけど、とりあえずババ抜き出ました。でマジ恋プラスね、タイトルに戻りたいな、とりあえず。始まっちゃうやつねこれまあマジ恋プラスの説明はまたそのパートになったらしたいと思います。でマジ恋プラスはザクシャインドロップは結構いるので、それを集めるのにちょっと時間がかかります。なので少しだけ開くかもしれませんというのを伝えておきます。ただ開くかな、まあ一応開くって言っとくわ。うん、これがいつ上がってるか分かんないけど、ということで、次回もお楽しみに。それでは、あ、ツイッターで、ね、大体状況を書くんで、もしよかったらツイッターも来てください。ということで次回もよろしく、バイバイ。